日本共産党の久保浩二です。一問一答方式でよろしくお願いいたします。まず県が支給した保育士への慰労金について質問いたします。コロナ禍が続く状況の中の子育て保育業務についてですが、新型コロナの感染の収束がこれが見えない中、さらに新たな変異株、これの感染拡大が予想される、こういう中、保育現場というのはこれは本当に大変だと思います。感染させてはいけない、感染しないようにしなければいけない、そういう強い緊張感の日々で頑張っておられると思います。加えてマスクの着用、園舎や玩具の消毒、そして食中毒や、お休みになる、昼寝をする、そういう時の3密の回避、保護者への対応など、これまで以上の通常業務から比べれば、本当に仕事量は増えている中で、頑張っておられると思います。県にこの慰労金なんですが、県が支給した、県に問い合わせましたところ、認可外の保育施設ということで、今回の慰労金の対象に、支払いの対象に、支給を対象にしなかったと、こう回答をいただきました。その理由としては、財源に限りがあること、それから支給対象を選別する、財源に限りがあるので、支給対象を選別する必要があったということ。で、この件に関しては、お伺いすれば、他の地域の方からも、市町からも、多く問い合わせがあって、そのもらえてない保育士さんもおられるということで、県は国に予算措置の増額など、こういう要請を行っていると、そういう状況をお聞きしました。質問させていただきますが、昨年の秋に県は保育士に対し、慰労金を5万円支払うという制度がありました。市内の多くの保育士さんは県に申請して慰労金を受領したと、申請し受領したと、こういう具合に伺っております。しかし、市内でも同じように、その保育の業務を しながらですね、まだ慰労金、こういうの支給対象になっていないと、なっていなかったと、こういう保育士さんもおられることが分かりました。こういうことを市は、このような状況というのをもらえている保育士さん、もらえなかった保育士さん、という状況というのを市は現状というのを把握しているのかどうかということ、これをまずお伺いいたします。水上市長。県が支給した保育士への慰労金についての今ほどのご質問にお答えをいたします。今回、この新型コロナウイルスに関しまして、保育園のみならず、すべてのこういった福祉施設の従事者の方々が大変苦しい中で授業をしていただいたということについては、本当に心から感謝を申し上げています。昨年10月、福井県は感染防止対策を講じながら、児童への保育や指導に継続して努めていただいた児童福祉施設等従事者に対し、お一人5万円の支給金、慰労金を支給しております。私どももこのことについては、当時から理解しておりますし、要項についても確認をしております。静粛にしてください。16番。久保議員。そういう支給要項であるとか、そういうのは、理解をされておられたということですね。で、問題といいますか、私が考えるには、やはり勝山の市内において、同じようにそういう業務をしながら、保育士としての業務をしながら、条件とかそういう、認可とかそういうのは違うかもしれないけど、もらえていないということに関して、これはやはり同じようにこうもらってもいいんじゃないかなと、同じ勝山市内で同じ仕事をされてて、そういうことであるから、なおさらそういう、現場におられるという方で、そういうことを、質問としていきたいわけなんですけど、縦割りの政策の、
まあ、行政の遵守というのは、遵守というのは公務員においては当然必要かとは思います。しかし、誰が考えてもおかしいと感じるような制度矛盾、この制度矛盾などの問題点、これはこういうのが起こるのは県職員、まあ、今回県ですが、県職員の保育現場の実際のこの理解不足、現場の理解不足によ よると考えます。特にこの病院内の併設のこの保育園といいますのは、認可外とはいえ、コロナ感染防止対策の最前線で頑張る看護師さん、お医者さん、その家族、こういう方々の活動を補佐するものでありまして、病院内施設ということもあって、その保育には特別な緊張感もあると、保育園にお聞きをしています。子育て保育という業務を行うにあたって、認可、認可外というこういう規定はあるものの、それぞれがですね、その施設の特徴を生かして、市内において子育てという保育業務に携わる保育士さん、この保育士さんに対しては、認可、認可外を問わずにですね、同様に県は支給するべきだと、こういう側に考えます。これに対して市の見解をお伺いしますとともに、提案としてはですね、他の市町同様に県に対して制度の是正、追加予算を求め、それまでのつなぎとして、補正予算を組むなどして、一刻も早くこの未支給である、もらえていない保育士に関してですね、速やかに支給すべきであると考えます。県は国に予算の増額を求めているとの返答ですし、今、現状としては、国はやるかやらないかわからないオリンピックなど、そういう国民の生活、そっちのけにご多忙のご様子なんで、認めたと言っても、いつになるかこれ、検討もつきません。そこで、仮にですね、コロナ対応、医療保育士特別資金というような形を取ってですね、勝山市が独自の制度を設けて、県の不公平なこの医療金制度を解消するようにしてはどうでしょうか。補正により事務費も合わせて50万もかからないと、そういう具合に思いますが、本当に救済制度になると思います。時間のかかる国、県の指示や決定を待つことも大事ですけれども、市民、住民への支援や救済の素早いこと、対応、これこそが地方自治体の役目、こういうことではないでしょうか。この問題のことに関し、それから提案の対象に関し、市の考え方をお伺いいたします。水上市長。まあ、今ほどのご質問でございます。まあ、今回のこの県の要綱、これにつきまして、市内で申し上げますと、すべての保育園、幼稚園、そして認定こども園、放課後児童クラブ、さらには病児保育園の職員が支給対象となっています。まあ、今ほど県が支給対象から外した、いわゆる認可外保育施設、かつて市内にも、いわゆる無認可として、国の認定基準を満たしていないものの、県知事が届け出をした保育園というのは、実はたくさんございました。僻地、あるいは小規模、季節、いくつか私、小さい時私が子どもを育てているときにありましたが、いわゆるそういった無認可保育園というものは、現時点では市内ではなくなっています。しかしながら、今言います認可外の保育施設としまして、今ほど医療施設というふうなお話がありましたが、いわゆる医療施設が、いわゆる、事業所内保育園として、勝山の場合はたまたま医療施設になりますが、事業所内保育園というものがございます。福井県はこういった、認可外保育園をすべて今回、支給対象から外したということでございます。その理由については、私がここでとやかく申し上げることではございませんが、全体の事業のそういった政策的な決定の中で、そういった判断をされたということでございますし、また今後、国に対して、これちょっとよくわからないんですが、話をしているということであれば、それはそれで福井県の政策的なスタンスであろうかなと思っています。
私どもとしましても、保育士さんという視点から立てば、こういった認可外、認可、そういったことを問わず、今回の新型コロナウイルスの中では大変なご苦労されているといった、そういった認識を持っています。しかしながら、今回のケースにつきましては、事業所内の保育園というその形態から考えますと、私どもはしっかりと慰労を、事業所においてそういったものをすべきだと、そのように考えておりますので、私ども方からもまた一度、事業所の方とお話をさせていただきたい、現状などがどうなっているのかのも一度お聞きしたいと、そのように考えています。久保議員、形として基本的に僕を思いますのは、やはり活山市内で同じようにこういう頑張っておられる方、条件が違う、いろんなことがあるかとは思うんですけれども、けども同じようにその子ども子育てをしていくという、しているという、そういう現状を見て、やはりそういうことを 県の制度でできないならば、こう地方自治体と 市が知恵を絞ってこう、なんとか公平にやっていくという、そこをどうかよろしくお願いいたします。だけど、市長さんもそういうところで、病院なり、そういう施設、業者、業務するところへいて、そうお話をさせていただくということなので、本当にそういう公平になるように期待をしております。続きまして、学校教育についての質問させていただきます。中学校の統廃合、再編についてですが、まずいきなり質問に入らせていただきます。まず、教育委員会、市もそうですけど、勝山市立中学校再編計画を、これずっと推進してきました。現在も推進していく。これの理由ですね。なぜ推進をするのか。なぜこれ必要なのか。これをこういうすべていろいろあると思うんですけど、理由が。このすべてについて説明をまず求めます。梅田教育長。中学校再編をなぜ進めようとするのかと、そういったご質問にお答えいたします。現在の中学校再編の取り組みの起点ですね、スタートですね、起点は、平成16年度に設置された勝山市の小中学校の望ましいあり方検討委員会にあります。その検討結果の報告書に、児童・生徒の成長にとって必要とされる教育集団の場が、どの程度の学校規模、どの程度の学級規模であることが最も適正であるかを、児童・生徒の立場に立って検討する。と明記されております。そして中学校においては1学年に4学級以上ある学校に統廃合することが望ましいとの結論が示されたわけであります。さらに平成30年度に設置した勝山市立中学校再編検討委員会におきまして、改めて中学校再編に関して多角的な検討を行っていただいて、今後も生徒数の減少が見込まれる中で中学生に適正規模の教育環境を提供する必要との観点から、現在の3校を1校に再編統合すべきとの答申をいただいたところであります。つまり、中学校の再編をなぜ進めようとするのかとの問いにはですね、中学生にとって必要と考えられる適正な学校規模を実現するためとのお答えに尽きるわけでございます。久保議員、基本的には、国が定めていくような、そういう適正規模であるとか、少子化であるとか、そういうことが大まかの大きいあれやと、理由だということに、ですかね、財務省の予算執行調査というのがありまして、これ、2002年度から毎年実施されています。予算執行調査というのは、財務省、主計局や全国の財務局の担当者が、
予算が効率的にかつ効果的に執行されているかどうか、これを見る、こういう、そういう観点をしっかりと調査すると。で、何を調査するかは、4月に選定されます。で、2007年度に学校規模の、学校規模の最適化に関する調査、これが選定されて、で、学校を統合して、2005年4月に開校した全国の公立小中学校すべて対象に、学校統合の現状及び効果等の把握を行ったものです、この調査で。調査結果のまとめでは、学校統合については、教育政策や住民自治等が関係する面が強く、財政効率化という観点のみで論ずるべきではない課題ということが、まずこの調査では述べられています。しかし、その一方でですね、学校統合によって人件費を中心として、小中合計で約170億円の効率化、児童生徒一人当たりでは約3割の効率化が図られたと、これは強調されている。そして、今回の調査で学校統合については、1、財政の効率化のみならず、学校規模の適正化、教職員の配置等の教育政策上の効果、保護者、子ども設置等の関係者、当事者の評価も肯定的であったと、ことが良かったんだと、皆さんいいと言ってると、実際のデータで明らかになったと、こういう調査は言っているわけですね。まあ、関係者の評価も肯定的としていますが、保護者や児童生徒が統合してよかったと、こういう具合にしている点は、圧倒的に多いのが友達がたくさんできる、これ 55% らしいんですが、これはね、当たり前の話で、学校がたくさんいて人が多いのは友達がたくさんできる、これは生徒数が増えるわけですから、表面的には当たり前の話なんですね。けど一方、問題は統合して困った点、通学距離が遠くなった、友達の家が遠い、少人数の方が指導が細かいといったように、子どもたちの学習や生活面で具体的な深刻な問題がやはり統合によって生じていると。しかし、そういった点はなかなか出てこないんですね。で、学校統合はおおむね歓迎されていると、皆さんから望まれているんだと、こういう具合に国は言っているわけです。財政効率化という観点のみで論ずるべきではないとしながら、教育効果や子どもたちの生活面への影響などは、なんだこれ、あまり検証されていない、実際に。財政効率のみから学校統廃合が促進されて、これ一番困るのはやっぱり子どもたちですよ。被害を受けるのは子どもたちになります。そこで今のお話の中から質問いたしますが、学校統廃合の本当の目的というのは、その調査からも、結果からも出ているように、小規模校は経費が割高になって非効率だから、統廃合して学校経費を合理化していく、こういうことではないのかと、これを質問させていただきます。梅田教育長。学校再編を進める理由、本当はそれは経費の合理化ではないのかと、こういったご指摘でございますが、中学校再編の目的が財政効率の観点からのものでないことは、先ほどお答えしたとおりでございます。ちなみに国や県からですね、そうした観点での学校統合を促す指導とか要請、そういったものは受けたことは一切ございません。ただ、中学校再編検討委員会の答申において、これに関連してですね、次のように述べられております。中学校の再編は、望ましい教育環境の実現を目的としていることは言うまでもないが、勝山市が設置・運営する学校である以上は、市の人口規模や財政規模に応じた公共施設の管理という側面についても考慮が必要であると。そして市の今後の健全財政にも資する中で、新しい中学校の実現を目指すことは妥当と考えると、このようにまとめております。要するに、主眼は教育環境の改善であり、結果としてですね、市の健全財政にも資することは副次的なものと、このように検討委員会では捉えているところでございます。
久保議員。まあ、したるあれは財政ではないんだ、そういう合理化ではないんだというようなお答えでしたが、ならばやっぱり教育という、環境という、そういうことが主眼にあって、まあ、第一義にありきという、そういう感覚でというお話でしたが、その中でならお聞きをしていくことになるわけですけど、まあ、国が指導する、学校統廃合のそういうやり方についてなんですけど、こういう予算、執行調査の結果に基づいてですね、財務省が学校統廃合についての今後の検討の方向性、これをまあ出しているわけなんですが、少子化が進展する中、全国あまり教育の質を向上させつつ、コストの削減を図り、効率化を進めるためにも、学校規模の最適化を目指す必要があると。まあ、少子化というのも出てきますけど、この中にも、やはりコスト削減を図り、効率化を図るためにもっていうのは出てくるわけですね。で、そこで今、世界の流れとして、教育現場の流れとしてですね、小さな学校、小さなクラス、こういう形が今、世界の流れなんですね。今、学校を統廃合して、たくさん人を集めて、大きい学校、人を集めて作ろうという考え方、また世界のそういう教育現場としての流れの考え方、これが、まあ、どっちかというと真逆のような状況になっているかなと思います。ユネスコの文化統計年間の、によれば、外国の、学校規模、初等教育に関しては、100人から200人。しかも、1学年、1学級でクラス替えがない。これが、まあ、一般的だそうです。それに対して、日本は、大体300人を超えていて、諸外国の2倍から3倍もの規模。こういうのが規模となっていると。アメリカは日本を超えていますけど、日本よりも多いんですが、無理な学校統廃合をしてきた結果、学校規模が拡大して、学校の荒廃が広がったことの反省から、現在では小さな学校の学校へという、こういう意義というのが見直されてきています。WHO は世界保健機関は、世界各地から学校規模と教育効果について研究した論文、これなどを集めて多面的に分析してですね、その結果をまとめて発表しています。その発表といいますのは、次の通りなんですが、近年、子どもの教育を組織する際に従うべき原則に関して、有識者による実に多くの著書及び報告書が発表されているので、ここで WHO は改めて議論する、これは必要はないんだと、もう今さら。これはもう世界がそう言ってるんだと。で、それらはすべて大規模な機関において、回避することができない規則及び規則などを回避するためには、教育機関は小さくなくてはならない。これ、カーティスという報告が提案した、生徒100人以上を上回らない規模という、こういう観点で WHO、世界は意見が一致してるんだと。非人格的な規則ではなくて、人間的に関係に基づいたインフォーマル、公正的な教育というのは、こうした条件の下で育つんだと。初めて可能になっていくんだと。教育機関内部の集団の規模に関しても意見の相違は全くなく、この件に関して意見の相違というのは全くなくてですね、小さな規模を保たなければならないという考え方で、完全に世界、WHO なんかは一致していると。このように、世界ではですね、学校は小さくなくてはならないとして、生徒100人を上回らない規模というのは、これが望ましいと、世界的に望ましいんだと。これが世界の流れだと、教育において。そういうことを踏まえた上でですね、WHO 世界保健機関が、世界から集めた学校規模と教育の論文を集めてですね、多面的に分析した結果、この結果と市が進める統廃合のあり方の整合性について、市の見解をまずお伺いします。梅田教育長。
WHO が収集いたしました学校規模の関連資料とですね、市が勝山市が進める統廃合のあり方、まあ、これの整合についてお答えを申し上げます。令和元年6月の定例会におきましても久保議員から WHO の調査との関連についてご質問いただきました。その時の答弁といたしまして、国が示す学校の適正標準規模に基づき生徒が集団の中で多様な考えに触れ認め合い協力し合い切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断力、問題解決能力などを育み社会性や規範意識を身につけさせることが重要になりまして、そうした教育を十分に行うためには一定の集団規模が確保されていることが望ましい、まあ、と考えると、まあ、このようにお答えをいたしたわけでございまして、実はその考えはですね、現在も変わっていないところでございます。ちなみにですね、勝山市の小学校の学校規模、これはご存知だと思いますけれども、正規南小学校以外のすべての学校が、まさに議員が言われる適正規模の児童数、学級数、ないしはそれよりずっと下、それより以下です。従いまして、文部科学省が示すですね、適正規模からすると、大きく下回る学校が、小学校では大半だと。いうことであります。ただですね、小学校の教育や子どもたちの学習は地域に支えられる面が非常に多く、また地域にとっても学校という存在がですね、非常に貴重なものであるということからですね、勝山市の方針といたしまして小学校再編については保護者や地域の皆さんの意向を尊重すると、まあ、こういった考えを現在持っているところでございます。しかしながら中学校に関しましては子どもが大人へと成長していく過程の中でも特に心身ともに大きく成長し潜在能力を精一杯伸ばしながらですね、しっかりした社会性も身につけていく大事な時期にあり、適正規模の生徒数によって創出とされる多様な効果を享受できる、そういった教育環境を目指すべきものと考えているところでございます。まあ、それとともに勝山高校との併設連携によってですね、中高双方の活性化を図ろうとすることもですね、今回の再編計画案の大きな柱になっているところでございます。お静かに願います。久保議員、まあ、整合性についてお伺いしたわけですが、その、まあ、端的に言えば WHO のそういう世界の流れ標準とその違っているんじゃないかという思いがあったもんでお伺いしたわけですが、まあ、はっきりとしたようなお答えではなかったような気はします。うん、で、まあ、勝山市は現状小学に関しては WHO の基準通りで来ているという、まあ、世界でも標準で、これから少子化にあたってさらにこの数が減少していっても、これがまさに 今から世界が求められている教育のそういう現場に落ち着いていくんだといういろんな活動報告やらそういうのがあります。だからこれを考えますとですね、今学校統廃合をする必要がどこにあるんだという、まあ、基本的にはなるんですが、まあ、それは置いておきまして、次の質問ですが、まあ、全国あまねく教育の質を向上させつつというこういう国の、ね、調査結果の文書から、教育環境と教育の質という観点で見れば、WHO やその他の資料、それを見てですね、日本の教育はその質、その環境をともに現状こういう合併して物事をやっていこうというような感覚では、これ世界から取り残されていると、取り残されるんじゃないかと。世界からレベルが下がっていくんじゃないかと、世界は全部そういう具合にそういうのがいい教育だというそういう論文いろんな文があってそれをやってるんですけども、これでは世界からこの教育に関しては取り残されていくんじゃないかと、こういう具合に考えますが、市の見解をお伺いします。梅田教育長。あ、ちょっと待ってください。あれ
ちょっと待ってください。はい、教育環境と教育の質という観点から日本の教育は世界から取り残されているのではないかと、まあ、そういったご質問でございますが、議員が紹介されましたカーティス報告ですね、まあ、これにつきましては機関とか組織といったものがその規模とですね規則規制との関係、まあ、これを論点にしているものと思われますけれども、まあ、そのことが全国あまねく教育の質を向上させることの不可欠な要素であるかどうか、まあ、そのことについてはちょっと私自身はですね判断はできかねるところでございます。ただですね、まあ学校規模が小さければその小さいがゆえのいい点もいくつかあります。まあ、しかし逆にやっぱりですね小さいからですねなかなか難しいというかいわゆるデメリットというものもたくさんございます。また本当に逆にですね大きくなりすぎるとこれはまた問題点も出てくると、まあ、そういったことも事実でございます。まあ、そうしたことから日本ではですね、12ないしは18学級、これを学校の標準適正規模といたしまして、その教育スタイルは我が国の風土文化に即した長年の積み重ねの上に成り立っているものと、まあ、文部科学省では説明をしているところでございます。もちろん日本の教育も時代の変化、社会構造の変化に応じ、教育システムの見直しとか学習指導要領の改定などを通じて、教育の質の向上を目指して常に改善改革が進められてきているところではあります。まあ、私たちも今後ともですね、子どもたちの豊かな成長を第一義といたしまして教育環境と質の向上に努めていきたいと考えます。久保議員。まあお答えがねはっきり、いや世界から取り残されていくんじゃないか、いや行きません、いや世界の取り残ありません、そういう、いや取り残されると思います、そういう誤解とではなくてですね、やっぱりなんかオブラートに包まれたような感じもしないでもないんですが、まあこう小さい学級、世界が進める小さい学級、デメリット、難しいこともあるかと思いますけども、まあ、なら集めて統廃合してたくさん今の、適正規模、国が進める適正規模ですか、それに対して そのメリットは先ほどから述べられてますけど、そのデメリットに関してはあまり述べられてないように思いますし、まあ、とにかくそのもっと情報の開示は必要じゃないかなと、いろんな意味で。で学校統廃合のこういう再編と、こういうことの決定といいますのは、これは今から子どもさんを育てる市民のやっぱこう決定、意思がやっぱり必要だと、市民が私たちが添い替え望むとか、そういうまあ決定によることも必要だと、よるものだと、こういうふうに考えますが、まず、市の見解をお伺いします。学校統廃合の再編の決定といいますのは、市民の意思によるものと、それ以外に考えますが、市の見解をお伺いします。梅田教育長。学校再編の決定は市民の意思によるものと考えるのがどうかということでございますが、もとより市が進めようといたします施策の方向性や内容についてはですね、市民の皆さんの意向やニーズに沿うべきものでございまして、今回の中学校再編についても同様でございます。そのために、今回の再編をお示しして、これから幅広くご意見をお聞きしていくこととしているところでございます。以上の方。久保議員。市はこれまで学校の統廃合に再編に関しては、まあ、何年も前からその市民に説明していると、こういう具合にずっとかなりおっしゃってましたが、学校の統廃合、再編に関して、そのメリット、デメリット、今も言ったように、情報が広く市民には開示されていないのではないかと考えるわけですね。なぜかというと、まあ、今回はそうですが、新聞に載って初めて、そのいろんな、やるんかというような話を僕もお聞きはしてますし。で
市民の、そういうことを考えれば市民の意思決定を促すと、これはほんなら自分、私たちは市民としてどうするんだという、こういう意味でも正確、そして的確、こういうような情報の開示をすべきだと思いますが、一体どのような方法で、例えば市民の市長と語る会、地区の説明会、それだけで進むというようなお考えなのか、また他にそういう情報を開示する方法というのを市民に広く、先ほどこの間の全協でも申しましたが、述べさせていただきましたが、本当に市民人は一人当たりの説明時間として考えたときに、一体どれほどの、ね、時間になるのか、そういうことを踏まえた上で、どういう具合に情報を開示していくのか、この説明を求めます。梅田教育長。これから学校再編に関しまして、市民の皆さんにどのようにですね、情報を示していくかということでございますが、まずちょっと申し上げたいことが一点ございます。情報開示、どのように情報開示していくのかということは、何か裏にですね、隠れた情報を持っているんじゃないかというふうな、そういうふうに取られるんじゃないですか。そういうことは絶対ございませんので、はい、情報をどのようにお伝えしていくかという視点でですね、お答えを申し上げます。勝山市が学校再編の当初案を提示いたしました平成22年度以降、さまざまな場面で学校再編に関する説明会や意見交換会をもちまして、また先の検討委員会についても、検討委員会の答申についてもですね、市民説明会を開いて、しっかり内容をお伝えしてきたつもりでございます。その答申の中で、なぜ再編を進めるべきかについて、具体的に記述されております。そして今回の再編計画案の添付資料といたしまして、改めてその答申もですね、市のホームページに掲載いたしましたのでですね、もう一度ご確認いただきたいなというふうに思っております。そしてこれからの説明会、意見交換会等も含めですね、市民の皆さんからのご質問やご意見に対して、精一杯的確な情報をお伝えし、理解を深めていただくようにしていきたいというふうに考えております。久保議員。情報開示に関して、その何かこう言いたくないことが、隠したいことがあるんだけど、そういうことを言ってるわけではなくて、これからそういう現場、子育ての現場、教育をされる、今、小学校1年生、2年生のお子さんをお持ちの方々とか、そういう方に対して、まあ、勝山市の教育っていうことに関しても、本当に大事なことではあると思うので、その情報ですね、デメリットもある、メリットもあるんだと、例えば、当該をすることによって、メリットもこれだけのメリット、しかしデメリットもあるんだ、世界の流れはこうなんだ、という政府の考え方はこうなんだと、こういうことをすべてですね、情報として正確にこう開示していって、市民の判断というか、そういう参考にしてもらうという、そういうことが必要だと、そう考えているわけです。できるだけそういう詳しいその内容を、ね、で多くの方に、それでその市民一人当たりの説明時間としては10分ぐらいを換算すれば、まあ、ある程度そういう情報がね、渡って市民の意思というか、そういうのも確認できるかなと、そういう具合に思います。次に、英語教育について、質問いたします。近年、小学校からも英語教育が始まって、国も地方の自治体も、この英語教育というのが、多額の予算、これを投入しています。グローバルな社会で活躍するためには、英語でのコミュニケーションが必要になるとの、触れ込みのようですが、外国での勤務や外資系の企業への就職、そしてそこに必要な英会話、英語力が必要な、この人の数というのが、これだけ必要になるとか、どれほどいるのかと思うわけです。この人口2万の、この2万強のこの勝山市のでも、英会話、英語力というのが、生活や仕事に必要な数、これは、まあ、先生も含めても100人超えますか。
でですね、いわゆる英語教育に行くというものについてですが、そのヘミングウェイやベルの和訳ではなくてですね、原文で読むと。で、ビートルズやディランの歌詞の内容などをもっと知りたいんだと。こう、英語でしか表現できないようなその内容や表現を深く知りたいとか、そういうことであれば、その外国語は英語に限らずですけども、この学ぶ価値というのはあると思うんですよね。ところが、この今のグローバル社会に通用する人材、のことのためにこんだけの教育を、英語教育をお値段をかけてする。今はね、1万円前後で135カ国語が同時通訳できるという。こういうスマホぐらいの通訳機が出回ってるんですよ。全然会話や、その、まあ、あれでは会話やそういう意思疎通には困らないわけです。で、あえて、ここでお伺いするんですが、英語を小中学校で学ばせる。この必要性、この目的、なぜ小中学校に今英語が必要なんだって、これを再確認の意味で、市の教育委員会からの説明を求めます。梅田教育長。学校でですね、英語を学ばせる目的、まあ、これについてですね、その必要性はどうなんだということでございますけれども、私から言うまでもなくですね、かつての日本の英語教育は読み書き、それから文法、まあ、そういったものが中心でですね、中学校から大学等まで一生懸命勉強したにもかかわらず、ほとんど会話ができない、まあ、そういった状況でございましてですね、そういった反省の上に立ってですね、話せる英語教育、まあ、これに舵を切るとともに、特にその小学生のうちからですね、まあ、ヒアリング、リスニング、それからスピーキングですね、こういった基礎力を養うと、まあ、これはからスタートすると、まあ、そういった方法を導入したわけでございます。まあ、これは言うまでもなくですね、どこの国でも母国語は耳から入り、口でしゃべる。それからあと文法とかいろいろも勉強するわけですよ。まあ、そういった方式に切り替えたということでございます。まあ、その成果として、勝山市の中学校では、1年生の段階から、いわゆるオールイングリッシュ授業も展開されるほどになっております。まあ、ご指摘のように、今日、技術の発達による翻訳機も出るようになりましたけれども、例えばですね、就職に際して、大手の外資系企業のみならず、さまざまな中小企業においてもですね、英会話能力を採用の一つの要素にしていると、そういったこともよくお聞きしておりまして、グローバル化が幅広く浸透しているということを実感させられるとともにですね、現在の英語教育の進め方は妥当なものというふうに考えているところでございます。また小学校での教科名は、英語ではなく外国語としております。で、これは英語の技能を高めるだけでなく、合わせて世界の文化などにも触れながら、外国への理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションを図る姿勢を養おうとする考え方によるものでございます。この先ですね、AI の活用等ですね、さらなる技術革新によりまして、例えばですよ、誰でも簡単に携帯ができて、そして読み、書き、聞く、話す、まあ、いわゆる4技能といいますけれども、それらが瞬時にですね、可能になって、いつ誰とでも、どこの外国の人ともですね、やり取りができると、まあ、そういったことが可能な機器がですね、開発されればですよ、今、議員がおっしゃったようにですね、現在のこの英語教育というものについてもですね、大幅な見直しが必要になるんじゃないかなと、まあ、こういうふうには考えているところでございます。久保議員。まさに IT がね、今現在がその時期の、ね、かなと思います。まあ、なぜ必要なのか、英語教育が必要なのかということに関しては、その本当に
子どもたちにとってその英語教育が必要なのかという、これに関しては本当にその教育委員会、講師も国もやはりなぜ必要 なのかということをもう一回この市に上から文科省から言われるというだけではなくて、この地方自治体でもいいですから独自にやっぱりこう考えていくべき必要はあるかなと、でそういう具合に思うわけの中で問題点としてですね、小学校の教師には英語教育の内容や内容検討や引き継ぎの業務が増えて、同様に中学校の教師にも負担となっていくわけです。挨拶や対応の対応というのが英語でできなければならないのかという疑問、これ英語は使えなければいけないのかという、学習は長い人生その中で多くのことを学ぶためのこういう土台ではありますが、早期の英語教育についてはそもそもこのグローバル化、社会のグローバル化というのに関して必要なのかと、早期開始のように質より量を重視した教育というのは本当にいいのか、早期英語教育には問題が今から多数出てくると、まあ、現在も出てくると思うんですよね。そこでですね、近年いじめや自殺などにさまざまな社会問題を抱える現状においてですね、子ども自身が自分の思いや主張、これを正確に的確に表現し伝える、こういうことをできるようにするにはですね、国語教育じゃないですか。ここにより力を入れる、これをこういうことの見直しが英語教育よりも必要ではないかと私考えるんですが、市の見解をお伺いいたします。上田教育長国語教育に、もっと力を入れるべきと、そういったご意見でございまして、国語教育に、しっかりとっていうのはですね、私自身も全く賛成でございまして、かねてからですね、その学校の先生方には英語教育も必要だけれども基本は国語であるよということ、そして子どもたちの国語力をしっかり養ってほしいと、このようにお願いをしてきております。言葉に関わる国語教育は日本語や我が国の文化に対する理解を深めるとともに、すべての教育活動の基盤となるものと考えております。さらに外国語教育を通しまして、日本語と異なる言語を学ぶことで言葉の面白さや豊かさに気づき、国語の奥深さなど、に対する理解関心を深めることでもつながっていくんじゃないかなというふうに思います。このようにですね、国語教育と外国語教育を結びつけ、それぞれの教科の特性を生かしながらですね、その上で国語力の向上を図っていくと、こういった進め方でいきたいというふうに考えております。久保議員。今やはり日本語の後輩、いろんな意味で、先ほど言われた方の中で、それ若い人が言うには、むずい、超ダサい、わからないというような、そういう言い方が、主流になっている世の中で、やはり自分のこういろんな表現を的確にしたり、文化的な表現をしてみたりというのは、やっぱりその基本的にはその母国語 その基本を学ぶという、基本を身につけるというのが必要かなと。そういう具合には思います。今そういう外国語よりもそういうことをまず最初にまず優先していくべきが、その私たちの仕事教育につながっていくんじゃないかなと、基本につながるんじゃないかなと、そういう具合に申し添えます。そして次の質問に移ります。国民健康保険料の値下げについてを質問いたします。現在国民健康保険は、非正規労働者、無職者、年金生活者が加入世帯の8割近くを占めており、所得が低く、さらに高齢者の医療費の増加、こういうこともあって、保険料がどんどん高くなってきている、こういう構造的な問題をずっとこれまでも指摘しましたし、持っているわけです。これまで国民健康保険の財政運営とは、市町が担ってきましたが、制度が変わり、都道府県、これが主体となります。市町村と共同運営するようになっていくわけですね。これに向けて国は保険料軽減のために市町にですね、公費の法定外繰り入れをやめるように、
つまり一般財源からそういうところで出して、補填をしてはいけない、安くしてはいけないというようなこと、そして保険料の取り立てを一層強める、しっかり取っていくと、制度維持のために。都道府県が、県が頭となってそれを頑張って進めるよう、さまざまな制度や仕組みを作って、こう、国は言ってきてるわけですね。国が言うように、法定外繰り入れをやれば、さらにを、やめればですね、なんとかしてそういうことを安くしようとする努力がなければですね、どんどんと、高くなっていくと、保険料、国民健康保険料が高くなっていくという、こういう危険性があります。そこで4つの質問をこうまとめてさせていただきます。まず、勝山市の直近の国保税率、これ、値上げになるのか、値下げになるのか、上がるのか下がるのかということ。加入者1人当たりの平均金額、この国保の平均金額というのはどれぐらいなのか、まあ、1世帯当たり平均金額はどれぐらいになるのか。で、コロナ感染が始まってからの滞納者の数というのはどうなのか。直近における国保会計の、国保会計というのは赤字なのか黒字なのか、金額はどうなのか、この4点に関して、質問いたします。税務課長、端的に答えをお願いします。国民健康保険税の値下げについてお答えします。はじめに勝山市の直近の国保税率につきましては、令和3年度の税率は令和3年度の税率は令和2年度の税率を変更せず据え置きとしております。次に加入者1人当たりの平均金額につきましては、過去3年間の金額の推移をお答えしますと、平成30年度そして令和元年度ともに約9万1000円、令和2年度は約9万3000円となっております。これらの平均金額につきましては、いずれも県平均を約1万円下回っております。次にコロナ禍での滞納世帯の状況につきましては、令和2年度滞納世帯数は93世帯と前年度と比較して10世帯増加しておりますが、しかし国民健康保険税の現年度徴収率 98.59% を見ますと依然高い水準が保たれ、コロナ禍の中ほとんどの加入世帯から遅延なく国保税を納付していただいております。次に直近の国保会計の単年度収支状況につきましては、平成30年度は約520万円、令和元年度は約2700万円、単年度において不足を生じました。しかし令和2年度につきましては、国保加入者の減少鈍化やコロナ禍において健康診断等の保険事業を縮小せざるを得なかったことなどによる支出の減少から、単年度決算は約1779万円黒字となっております。本年度につきましては、現在、国保税の付加作業中でありますが、県に支払います国保事業費納付金が増額されること等により、単年度では令和元年度並みの不足が生じるものと見込んでおります。久保議員、残り時間5分です。まず、滞納者の数をお聞きしますと、皆さん、知恵なく、納めてるんだと、納めていただいてるんだというお話聞きましたけど、やっぱり高齢者、それからそういう方にとって、その病院で買うあの保険証カードというのは、自分の命なんですよね。だから何としてでも自分のこう 食料そういうのを削ってでもこれだけは納めてないと、こう自分にもし何かあった時にも病院で診てもらえないとかと、そういうことがあるとどうしても何を置いてもこれを先にという、
で、そういう事情も僕はあると思うんですよ。だから本当に自分の体のことですから、これがなかったら病院で診てもらえないという思いがあって、これだけは先に優先的に払わなければいけないというような、それが高額な状況であるという、そういう中でそのなんていうか、なんとかそういうのを安くできないかと、そういう具合に思っているわけです。で、次ですが、コロナが来る前から25年以上続くデフレ続いてますよね。それによって賃金や所得は伸びず、勝山市の市民も同様に耐久や辛抱、我慢、これを生活する25年間、まあ、ある程度ずっと徐々にというかしてきたわけですよ。このことは1997年から2018年、22年間の政府の総支出の状況を見れば分かるんです。140カ国、最下位ですね。政府はお金を出していないと。国の会計と国民の会計を同様に扱うようなこと、例えばね、この中にも、国の借金は国民の借金だと、我々の借金だと、そういう感じで思っている方はおられるかもしれませんが、うん、国の会計と国民の家計簿を一緒にするような、同等に扱うようなことは考えられないわけですよ。なぜなら、国にはお金を作ることが、することができますし、通貨発行権があります。民間の家計簿でお金をすることはできません。通貨発行、要するに公債発行の上限の目安はインフレ率2%です。それほど政府は国民に企業にお金を出さずにですね、やれプライマリーバランスの黒字化だとか、国の借金は国民の借金だと誤った財政感、これをもとにですね、経済政策を推し進めた結果が現在まで続く25年以上のデフレです。勝山市もそのような状況にあるわけですよ。残り時間3分です。今回のそれに加えて今回のコロナです。ここ何年間にわたり個々の値下げを求めてきましたが、個々加入者の現状を理解することなく、3億5000万の近い積み立ての基金の一部でも加入者に返そうということはなかったわけです。そこで質問に入ります。25年のデフレに加えてコロナの不況の今、基金の一部を取り崩してでも市民加入者への生活の底上げを目指す必要があると、そういう考えはないかと。直近の国宝運営審議協議会での国宝の積立金の活用による市民生活を考慮した国宝税の減額、値下げの議論について、これ言うあったのかなかったのか。市民の加入者に対して1世帯当たり1万円値下げする場合に必要な金額はいくらになるのか。子どもが多いほど高くなる均等割の制度というのは子育て支援し少子化対策に矛盾してはいないか。またこの均等割の減額などによる国宝税の値下げはできないのか。この4点についてお伺いいたして質問を終わります。はい、もう時間が来てますので、はい、はい、財務課長。次に、子どもが多いほど高くなる均等割の制度は子育て支援、そして少子化対策に矛盾していないか。また、均等割の減額などによる国保税の値下げはできないかについてお答えします。以前からこれにつきましては、答弁いたしましているとおり、子どもの均等割については、国民健康保険制度上の課題であるため、国の責任において、新たな軽減制度の創設や財政的支援を講じることが望ましいと考えております。そのような中、先般、国民健康保険に加入する子育て世帯の経済的負担軽減策といたしまして、令和4年度から未就学児を対象に、均等割額の5割を公費で軽減する制度を盛り込んだ、全世代型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部改正をする法律が成立されました。当該制度は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1の公費負担により、既存の保険基盤安定支援制度の一部として、軽減措置が実施される予定となっております。この制度創設により、議員がご指摘いたします矛盾が解消したものと考えております。当市といたしましては、引き続き子育て世代の経済的負担軽減の観点から、さらなる対象範囲の拡大や、市の負担分に対する確実な交付税措置の実施等について、全国市長会などを通じまして、予防してまいります。
次に、市内国民健康保険に加入している1世帯あたり1万円を値下げすると必要な額はにつきましてお答えします。令和3年5月末現在加入者世帯は3000飛び13世帯ありますので必要金額は3000飛び13万円になります。次に国保運営協議会での議論につきましては令和2年2月の開催の国保運営協議会におきまして長期的な展望に立ち一定期間年度間の保険税負担の平準化を図るため税率を据え置き基金を活用して加入者の負担緩和に努めることを方針として確認をしています。これを踏まえまして国保税率の改定につきましては令和3年2月の国保運営協議会で審議し令和3年度の税率については先ほども申しましたが税率を変更することなく据え置くことで承認をいただいております。最後に基金の取り崩しについてお答えします。基金は医療給付費を主な算定の基礎とする国保事業費納付金に見合う国保税が収納できない場合などに不足額を基金から充てるという役割を担っています。今後もし新型コロナウイルス感染症により景気が悪化し収納率が大きく落ち込む場合などには当然基金の活用を検討してまいりたいと思います。また県の試算によりますと令和4年度国保事業費納付金額は令和3年度と比較して1人当たり約8000円増加すると見込まれており加入者1人当たりの負担が増加していくことが確実であります。将来にますます加入者数の減少や高齢化が進みそれらに伴う1人当たりの医療費の増加により加入者負担が増すことが予想されることから従来の考えのとおり中長期的に年度間の国保税の負担の平準化を図ることにより加入者の負担軽減に努めてまいりたいと考えています。いやもう終了いたしましたので一言だけ、はい、ありがとうございました。狙いはやっぱり加入者を救おうということなんで、よろしく僕私も力尽くしますしまたよろしく皆さんに力を合わせて加入者のを救っていきたいとそういう感じで思っております。質問、2分40秒ほど伸びましたがすみませんありがとうございました。